はい、ねえ、自主回中映画監督の田中守ですよ。映画制作一人でできるもん。ね、先日ですね、5月の、20日ね、土曜日、この番組の収録をお休みしてですね、実製作映画に出演してきたんですよ。ね、誰の実製作映画に出演したのかと言いますと、ウミガメ L 監督ね、ちょうど2年ぐらい前にですね、ゲスト出演してもらったウミガメ L 監督が監督される作品に、出演してまいりました。まあ、出演といってもあれですよ、主役ですよ。私が主役でいいのかみたいなね、かかったんですけど、ただですね、こう集団で、まあまあ集団で映画を撮るというか、まあ大体人数は6、7人だったと思いますので、ちゃんと覚えとけよみたいな。6人か7人でね、総勢映画撮影だったんですけど、私そんなね、大勢で撮影参加するのはもう大学生以来なんですよ。ですからもう何すか、もう30年ぶりぐらいなんですね。まあ、それまでにですね、ちょこちょことですね、その同じく海が見える監督の、撮影にも参加させてもらったんですけど、その時は海が見える監督がカメラを持って、私がそのカメラの前で演技をするというね、お二人で撮影をやってたみたいな感じでしたし、その前にですね、とある自主会場映画監督の映画の時も、3人とか そんな感じでした。はい、他にね、こう逃げるだけのエキストラはね、以前にもお話ししましたけど、あの時も十何人とか、非常に大勢のあれだったんですけど、私が主役としてですね、セリフもあってですね、でこうね、いろいろ割と本格的なね、実製作映画ということでですね、本当になんか久々になんかみんなで映画を撮ったなというね、こう集団で映画を撮るのも悪くないなとね、一瞬思いましたけど、ね、たまにはいいんじゃないんでしょうか。ね、まあ勉強にもなりますしね。一人でね、ずっと撮ってると気づかない点とかね、いろいろあるんですよ。ね、で今回ですね、特にですね、おこれすげえなと思ったのは、スタジオを借りてですね、撮影をした、今回あったんですよ。スタジオですよ。ね、でなんかですね、場所がですね、新大阪の駅のね、から徒歩でね、歩いていける距離のところにですね、スタジオクオリアっていうですね、スタジオがあってですね、で、まあ、あれですね、ちょっとホームページ今開いて見てるんですけど、プロ商用法人のお客様とかですね、あと趣味コスプレのお客様、あと、お司会、誕生祭のお客様、ファミリー撮影のお客様とかですね、割とその何て言いますか、そのプロの人がだけに限定をしたスタジオでなくて、
いろいろそのスタジオの中でもう素人がコスプレしてね、なんかこう記念撮影みたいにあったり、あと誕生日のやったりとかですね、あとなんか家族写真を撮ったりするとか、そういうことにも使われてるスタジオみたいなんですよね。でなんかこうバーンと見ましたけど、むちゃくちゃいっぱいありますこんなにいっぱいあったんだスタジオクリアナンバー桜川店というところもですね、その桜川ね、ナンバーの隣の地下鉄のナンバーの隣の駅でね、よく桜川のあったカプセルホテルによく泊まりに行きましたよ。スパディオというカプセルホテルにね。で、この間久しぶりにそこに泊まろうと思ったらですね、なんと閉館しましたよちょっと何いつの間に、あそこは結構好きだったのにね、なんかホームページとかなんか探してみたらなんか閉館って書いてましたからね。もう私あそこは初めて行ったのが2004年ぐらいでね、大阪で初めて泊まったカプセルホテルだったのに閉館とはね、悲しいってあれでしたよね。まあ話はちょっと別にね、話ちょっと飛んじゃいましたけどね。で桜川には3つぐらいスタジオがあって、で新大阪には 1,2,3,4,5,6,8 スタジオぐらいで、あと大阪平野の方にも、6個あるといいですね。なんかね、すごいところなんですよとにかく。で大きさはどのぐらいですかね。広さは10畳、畳10畳、もっとあるかな、20畳ぐらいですかね。ね、なんかこんなスタジオ借りて高いんじゃないのかと思いましたけど、ですね、土日祝日でもスタジオクリアの少人数利用がお得、クオリアで撮った写真を後日提供&動画内にスタジオクレジットを表示するお約束をしていただくことで、例えば平日7時間ご利用が2人なら11,000円、お一人ならお一人当たり5500円とリーズナブルね。まあ要するに、一人で、7時間使って5,500円とね。ね、実際撮影時間も確かにそのくらいでしたよ。いや7時間もあったかなねえ、動画の方がですね、動画の方は何ですかこれは、動画作品内クレジット表示で平日貸し切り、15,000円キャンペーンとかね、書いてます。これはどういうあれなんですかね。別に 何人を押しかけていっても15,000円でいいんですかね。ね、とにかくこうね、7時間って書いてましたので、こうね、こうね、そんなにむちゃくちゃ金がかかるわけではないと、ね、いうあれでしたよ。でね、スタジオの中がですね、なんか机とかソファーとかですね、あとなんかこうファンシー系のなんかね、コスプレのなんか撮影をするみたいなね、おしゃれな机が置いてあったりとか、あとすごいなんかでかい壁一面が真っ白のところをね、
ね、合成か何かに使えるようなね壁とかですねあってですね、でそこで撮影があったんですよ、ね、でその他にもですね、あの廃墟スタジオというのがあってですね、で廃墟スタジオのところ入ったらですね、あの牢屋とですね、牢屋とあのあとなんかこう廃材ね、なんかあのコンクリートとかの廃材がこう山積みになってね なってるところでですね、でまあなんかこうね、いかにもこうなんか仮面ライダーとかに出てきそうな怪しげな空間がありましたよね。でその普通のスタジオと廃墟スタジオを使ってあの撮影がなされましたね。でやっぱり時間があれでしたので、もっとねこう細かい、最初はねなんか台本の読み合わせとかあるのかなと思ったら、もういきなり撮影が始まってリハーサルもなしでもう一発撮りですよで NG が出たらもちろんね言い間違いとかしたらですね、もちろん撮り直しなんですけど、基本一発撮りで、ね、やっていきましたけど、やっぱりね内容的な結構なね尺の内容になったと思うので、結構ねパッパパッパッとやっていきましたけど、結構時間ねかかったと思いますね。でまあ海が見える監督のねこのねこう人数この5人とか6人とかいうこの人数でのですね、この監督としての采配というかリーダーシップも素晴らしいものでですね、ねあれですよね。であとそのスタジオなんですけど、なんかスタジオの廊下のところに自由に使える小道具がいっぱい置いてあってですね、でなんか刀とかですね、もちろん模擬刀ですけどね、刀とかなんか銃のモデルガンとかですね、なんかありとあらゆるものが置いてありましたからね、ね、うん、これはねこの貸しスタジオもねいいかなと思いましたけど、まあ私撮る映画はですね基本自宅でですね、まあグリーンバックを使っての、ね、撮影ですので、まあね、まあ私は利用するようなことはないと思いますけど、もしですね自主制作映画はねこうスタジオを使ってやってみたいっていう方がねおられたらね、この大阪のありますこのスタジオ何でしたっけスタジオクオリアねありますね。まあ他にもね全国にあると思うんですよこういうスタジオがね。でまあね、こんなのがあるって私全然知りませんでしたね。もう閉じこもって映画を撮ってましたからね。それか大学の頃なんかはもうほとんどゲリラ撮影で、で屋内の撮影なんか誰かのアパートの家の中で撮影するとかそんなことやってましたからね。こういうスタジオの利用もいいんじゃないでしょうかね。値段もまあちょっとね値段が張りますけどね、何十万もかかってるわけではないですけどね。まあでもそう言いましてもね、今回の海が見える監督の映画も結構金かかってると思いますね。やっぱり衣装なんかもちゃんとその映画用に衣装を買われたそうで、で通販とかでねなるべくこうあんまり高い値の張るものは買わなかったとおっしゃってましたけど、それでも結構金かかってたと思いますね。私いつも実製作映画撮るときにね、
まあかかってお金 4,000円ぐらいなんですけどね。今撮ってる映画なんかはですね、まだ冒頭部分しか撮ってないんですけど、かかったお金は今1500円ぐらいですね。いやいや2000円ぐらいかな。いやでも2000円もいってないですねまだね。ちょっとね今回怪獣を作るのにね、ねこうスプレーとかね、ちょっと塗料のスプレーとか買ったので、これがちょっとね1000円ぐらいしたのでね。であと100円ショップでこういろいろこうね怪獣のを作るための材料を買いましたので、まあ2000円弱ってところです。でこっからあと何に金使うかよく分かんないんですけど、今回の、私が参加してきた三上エル監督の映画はそうですね、スタジオを借りたりする衣装を買われたりしてたので、どのくらいなんでしょうね、10万円ぐらいかかってるんですかね。ねえ、いややっぱりちゃんとしたね、みんなでこう大人数で、大人数といってもまあ6、7人ですけど、で映画を撮ろうと思ったらやっぱりそれなりのお金がかかるとね、というわけです。まあ映画の内容等についてはまあここでお話するわけにはいきませんのでただですね、お聞きしたところによると YouTube で公開されるみたいですので、また YouTube で作品が完成して YouTube で見られるようになったらね、もう私宣伝しまくりますよ、ね、この番組においてもそうですし、あと毎日 Twitter でね、田中守主演の映画YouTube で公開中だぜっていうのを毎日ツイートしたいと思いますね。まあね、とりあえずね、この間ね、その映画にさ撮影に参加して、まあパッとね頭に思いついたことを今だパラパラッと話をしたんですけど、またねなんかここはこうだみたいな、こうね、ここはもうちょっとこう話しておかなくてはならないということがね、またね、思いつきましたら、またその時に紹介していきたいと思います。ね。まあ、今回のところは以上です。